日本が世界一と言われたバブル期、この欲求に向いていたビジネスマンのエネルギーが時代の移り変わりとともに社会や地球全体に向いてきている。若者たちは本気で動き出すきっかけを探している。今後の日本の担い手たちへ、この番組では経営者というレンズを通して学びや動き出すための気づきを与え、日本の未来を作り出す。レールに敷かれた人生だけは絶対嫌だと。苦しいからやらないって言えば今がない。若い人たちが今からやるべきことは、たくさんいっぱい経験をして、いいことも悪いことも知る。贔屓される子供にならなきゃいけない。フォージャパン、日本の未来がここに。さあ、本日も日本経済を支える経営者の皆様にお集まりいただきました。さあ、はい、今日も。はい。たいと思います、はい、本日のテーマは前回に引き続き将来の自分像、進路選択の決め方です。ああ、そうなんですか。はい、そうなんです。社長のモテ自慢コンテストはないんですか。それも聞きたいですけど、ね、余裕があるからモテるんじゃないかと私はね考察してるんですけども ね、 そうですね、はい、では参りましょう、はい、まずはこちらです。全力で打ち込めることを見つける。こちらは株式会社情報戦略テクノロジーの高井純さんです。はい、はい、読んで字のごとくなんですけど、これってネガティブなことでもいいと僕は思ってるんですね、自分自身が結局そうだったので、というのはどういうことかというと小学校中学校の時めちゃめちゃ勉強できたし、めちゃめちゃ運動神経も良かったんですよ、ただこと成績においてはですね非常にひどい状況である、本当に絶望したんですよね。このまんまこういう風な定性評価の世界にいたら、いや一生僕って評価されずに人生終えるんじゃないかっていう絶望感っていうのがあって、そこから自分自身が生きる道っていったことを見つけ出したっていったところがあるんですね、これってそれ相応に全力で打ち込んだからこそその絶望に出会えたというかね、全力で打ち込んでなければおそらく絶望もなかったでしょうし、逆にその全力で打ち込んだ結果何かで優勝して良かったよねっていう風な話、プラスの面もマイナスの面もあると思うんですけど、感情自体のいい面悪い面の最上級なものにたどり着くと、そうするとより一層自分の全力に打ち込めるものにたどり着いて、そしてより固まった自分の将来像みたいなものに出会えるんじゃないかなというふうには思ってます、はい、全力を出した局面ってやっぱりそう多くはないじゃないですか、でも私も学生時代割と勉強とか運動とか頑張った方なんだけど、なんで頑張ったかというと褒められたかったんですよね、で褒められたいの奥底にあるのは何だろうというと自分の存在を認めてほしい、多分そういうところに行き着くと思うんですけど。そうですよね、それが女の子にモテたいって話でもあると思うんですけどそういうのもあるのかもしれないですけど、結局その自分の存在も、モテるも多分そういうことだと思うんですよ、なんか自分の存在が許される実感というか、林さんいかがですか。僕自身もとにかく夢というのが明確なものはない代わりに、そのレールに敷かれた人生だけは絶対嫌だというのが昔からありました。両親が学校の先生なんですね、そうするとなんか学校の先生の息子は成績が良くて、いやなんつうかな、こういうようなルートで進んでいくみたいなね、そういったことを言われるのが大嫌い でとにかくだからその先生族っていうのは嫌いでした、というようなこの反発心から、そのじゃあ何やるのって言った時に、やっぱりこう人にやっぱ認められたいという気持ちはあります、当たり前だけど、その中でやっぱり僕は営業をとことんのためにやったと思いますね。だからちょうど27、8の頃は枕に頭をつけて寝ないということを決めてですね、だから2ヶ月ぐらいもう本当に24時間営業をやろうと。でもちろん気を失うんですよ、当たり前だけど、当たり前だけど気を失うけど家には帰って寝ないとというようなことをやって、全力でやるからこそ、やったからこそ、その自分ができる部分っていうのが見つかるんですね。では続いて、はい、自分を正面から見つめ直す、はい、こちらは株式会社 CBT ソリューションズの野口浩二さんです。はい、野口さん。自分自身を見つめ直すというのがですね、自分がどういうことに向いていて、どういうことがやりたくて、どういうことで喜びを感じるのか、先ほどの存在価値の証明みたいなのありましたけれども、そういうことを考えることがまずすごい大事 で、でやっぱり人間で僕思うのは、その他人に嘘をつけても自分に嘘ってついちゃダメというか、つけないですよね。自分に嘘ついちゃって心が傷
傷つくので、なのでやっぱり自分の心に素直になって、でどういう風になったら自分は幸せなのか、でそれを考えたらそれに向かってあとは一直線に努力を続ければいいっていうのが僕が考えていることで、僕は小学校3年生の時にあの、まあ、社長になりたいっていう形で今の道を歩んだんですけど、道徳の時間が小学校3年の時にあって、人間の価値とはみたいな、みたいな授業だったんですよ。でそれで僕は答えが出なくて、小学校3年の時にこんな難しい答え出ねえわっていうので、3日3晩寝れなかったんですけど、で答えが出たんですけど、例えばいいことをやった、社会にいいことをやったとか、例えば人を幸せにした、その時に初めてその人の生きる価値っていうのは生まれてきて、でそういうことをやるのが一番自分にとっていい人生って何かなっていうので経営者になろうっていうふうに決めたっていう、そういうストーリーなんですよね。今のね、あの野口さんのお話をお伺いしてて、私もあの小学校の3年の時にですね、担任があの道徳の授業じゃなかったと思うんですけど、マッチをね、まあ、その方すごいヘビースモーカーだったんですけど、マッチを吸ってピシュッとやって、全員の前ですよ、生徒がいてふっと消して、人生ってこんなもんだと、このぐらい短いんだと、かっこいい、人生の短さをマッチの、ね、火でみんなにあの知らしめたんですよ、つまり大切にしなきゃいけないと、人生ってのは大切にしなきゃいけないんだっていうことは、もうそこですごいもう印象残ってるんですよ、マッチが ね、すごいですよね、結局こんなに残ってるわけですよね、残ってますね、その何気ないシーンが、いや教育ってね、何がこの人間のね、近藤さん、何が人間の肥やしになるかわからないですね。私もあのその医療を目指そうと思った時に、小学校4年生の時ですね、それはやはりあの父親があの実行にあったんですね、っていうのは追突事故で、まあ、トラックが居眠りの運転が乗用車にぶつかって、すごい回転をして、もうほぼほぼ死んだだろうって言われてたらしいんですけど、でもかろうじて生きているみたいな感じ で、で病院に行った時に、普通の人は何もできないんだなって、やっぱり医療関係者のドクターと看護師さんたちがパタパタ動いていて、それをずっと見てた時に、本当に命を助けるのは医療の現場なのかなって思って、その時がやはり、医療業界に行こうって決めました。ああ、そうか。はい。いや、この前ね、冷蔵庫を買ったんですよ。はい、で冷蔵庫をね、男性2人で運んでくれるんですよ。で下なんか布団みたいなのを敷いて、周り傷つけないように運ぶんだけど、何の役にも立てないなと、自分をただ呆然と見るだけで、なんか自分の無力さを痛感したんですね。でも船橋さん、やっぱり社会にはそのある種適材適所というか役割があるんだなと自分に言い聞かせたんですけど、その設置するところまで込みで入ってるはずだから、そこで手出したら逆にダメなんだ。いやもちろんそうなんですけど、いやもちろんそうなんですけど、なんかそのね、いやだからその後のね、あのカスタマーアンケート全力でね、大変良いね、あの戻しましたけど、それだけでも、はい、続いていきましょう。長期の目標を持つこと、はい、こちらは BB メディア株式会社の佐野真一さんです。はい、あのなんとなくなんですけども、あの人生を、まあ私の場合は、まあ、3つに区切ってまして、30年ごとに、でまあ、30まではとにかく一人前の社会人になろうと、結婚とかそういうことも含めてですね、から30から60までは一生懸命働いて何かを功績を残し、から、まあ、ある程度のお金もね稼いで、でそれの残りの60から90は、まあ、継承並びに社会への恩返しと、まあ、そういう、こう3つぐらいの、こうあの大きな、こうジャンルに分けましてね、自分の、まあ、ちょうどあの私の生まれが、まあ、あの昭和32年なので、昭和で30年、平成で30年、から、まあ、最後どこまで生きるか分かりませんけども、90まで生きればだいたい30年で令和、長期の目標を持ってると、なんかことが起きてもですね、あんまりブレないんですよ、一つは。それとこう長期の目標を持ってるので、あのその間で起きたことっていうのをなんとなくこういつもこう思ってるので、ね、なんですかね、結びつけると、そういうことが、まあ、できるなと。根本さん、今のお話聞いていかがですか？そうですね、やっぱ長期の目標を立てるっていうのはすごく重要だと思いまして、うん、まあ、私なんかも長期で目標は立ててるんですけども、まあ、やっぱりそれに向けて今どうするべきかっていうのは、やっぱりそれをすることによって見えてくるので、
まあ、そこをぶれないように、まあ、日々頑張ってるって感じですかね、うん、自分のやりたいことと社会で求められてること、この相性ってやはり経営者の皆さんすごく大事だと思うんですけど、やりたいことをどう社会貢献に結びつけれるかっていうことに視点をやっぱり置いていくってことがすごく大事かなと思うんですね、うん、そうするとじゃあ自分 の, あのさっきすごく成績がの話があって、テストとかあの競技でいい結果を出しても、うん、学校の通知表の成績っていうのはイコールではないんですよね、うん、でそれ僕も子どもたちに、うん、あのまあ、サッカークラブ持ってるので言ってるんですけれども、オール5の取り方っていうのを教えてるんですね、子どもたちに。あのテストの点がある程度良かったら毎日先生に質問しろって言うんです。で必ず手を挙げろと、結局先生も人なので、結局そこに注目していくと思うんです、だから僕は子どもたちに贔屓されるあの子どもにならなきゃいけないっていうことを伝えてます。自分の活かせるところどう表現できるのかっていうことを子どもの年代から伝えていって、自分の中で学んでいくっていう力をつけていけば、必ずそれぞれ皆さんいいところがあるわけなので、いわゆるオール3じゃなくても1でどっかが5あれば、そこの5の組み合わせによって世の中って成り立っていくと思うんですよ。だからその5を自分がどう社会の中で適応できるのかってことを小さい年代からあのもう遺伝子の中に送り込むっていう作業を多分していけば、その問題っていうのは解決できるんじゃないかなと思います。兵庫県加古川市を拠点に建築設計を営む株式会社庄司圭介アトリエ一級建築士事務所。2001年の創業以来、数百件の作品を生み出している。地方都市にありながら国内全域、また海外にも作品を残す。デザインに特化しているが、高機能高品質なものづくりを行う設計事務所である。2009年に別会社株式会社ファニチャーハウス、2020年には株式会社巣ごもりを立ち上げ、デザインから始まるものづくりを総合的にプロデュースしている。従来のアトリエ系設計事務所は修行という名の低賃金労働が当たり前であったが、同社は実力や出来高に応じて収入が増える仕組みを作っており、社員のやりがいにつなげている。社員一人一人が担当を持ち、いいアイディアはすぐに採用している。デザイン研修にも力を入れており、コロナ禍までは各年ごとにヨーロッパを中心にデザイン研修を行ってきた。社員全員でデザイン共有を図ることで、クオリティの高い提案を実現し、今後も継続していく予定である。近年、夢と自信を持ってこの業界に入ってくる若者が少なくなっている。今後の労働人口減少が見えてきている中、若者を積極的に雇用し、早い段階からチャンスを与えていきたい。今後は社員の成長とともに、さらに仕事の質を高め、信頼を築いていく会社でありたい。今思えば、最初の10年は実績と基盤形成、次の10年は実績と信用の拡大だったように思います。現在、次のフェーズに入っています。強く思い、それに向かって努力するを実践することです。2020年にコロナ禍の中、巣ごもりリゾートを立ち上げ、新会社を設立しました。ツリーハウス作ったり、ガラスのドームのグランピング施設作ったりとかして、それがすごい話題を呼びまして、 SNS でどんどん拡散していって、ですごく人が来るようになってきて、他の企業さんもグループに入りたいということ で今では22棟の宿泊施設とレストラン1棟を作ることができたんですけど、今宿泊者だけでも年間1万人ぐらいは来るようなことができたんで、それが地方創生につながったということで、今後もそういったきっかけを作っていけたらなっていうふうに思ってます。続いてはこちらです。苦手なものから目を背けない。
こちらはですね、有限会社相和運輸の船橋健一さんです。はい、はい、自分が今この代表になっていることっていうのが皆さんと違って、もう幼少期からこれをしたいって言ってなったわけじゃないんですよね。父の会社が同じ運輸業で、で借金まみれだったっていうところがスタート地点なんですけど、その要は会社を立て直すっていうところがまず最初の自分の大仕事だったんです。それがまあ今から20年前ですかね、億単位の借金だったんで、まあ絶望しかないんですけど、ただその時自分が思ってたことを今思い返すと、まあ絶望はしてなかったんですよね。その借金がどうこうっていうよりも、そもそもその借金ができてる父親がすげえなっていうのが正直あって、そこについてきてる要は従業員の人たち、まあ今もその従業員たちは残ってるくれてる人もいるんですけど、その人たちを考えた時に、なんかああやらなきゃいけないんだなっていうのを素直に思ってて、必然的にやらざるを得ないっていうことがなんかすごく苦じゃなかったっていうところがスタートなんで、だからもう本当に幼少期にこれになりたいあれになりたいっていう目標っていうのは全く関係ないところに今いるんですけど、ただ敷かれたレールではなくて、その借金というイレギュラーがあって、それをどうにかしなきゃっていう課題があるからやれたんだな、うん、まあ苦しい思いはしたんだけど、それをなんか苦しいからやらないって言えば今がないし、逆に他の人がじゃあそれだけ苦しいことが必ずあるかっていうとあるわけじゃないから、それはもう逆に選ばれたものだなって思うし、だからそういったところで打開できることっていうので今ここにいるっていう自分があるので、まあやっぱその逃げないことは大事だなと、うん、経営者の皆さんはその借金というかそういう融資を受けるみたいなことってあると思うんですけど、それって結構心の負担になったりするんですか？まあ、2種類あると思うんですよね、はい、もう会社を回さないといけないための借金というのと、それから投資するための借金というのがあると思うんですけど、で僕ら の建築士の仕事ってほとんどお金かからないんですよね。その借金する人ってあんまり少ないだけど、僕はちょっといろんな仕事をしたくて、1000万で1億の仕事をするとか、1億借りて10億の仕事をするっていう、そういうのをやっていってるんですけど、そうしていくとそのなかなかやっぱ最初はお金貸してくれないんですよね。でも最初ちょっとずつ額を上げていって、うん、するとなんか大きな仕事がどんどんできてくるっていうことで、それがやっぱり伸ばしていくポイントなんかなっていう。リスクがそもそもない人生なんてないと思うしね。リスクが面白いんですよ、そもそもが。もっと言うと、じゃあ地球上リスクだらけでしょ。だから自分の小さな枠組みでものを考えてると、なんかね、リスク自分が取る取らないとかね、まあ、そんな小さな話になるけど、もう生きてるだけでリスクですよ。だからどうチャンスに変えるかっていう視点でものを見ること。さあ続いてまいりましょう、はい、こちらです。枠にとらわれない考え方を身につける。はい、こちらは株式会社 H&K の安藤幸喜さんです。はい、はい、親は両方銀行員なので、非常に固いうちで進学校に行っていい大学出てっていう枠があって、でもそれをあまりこう思わないで自分のやりたいことをやっていたですが、親の言うことも聞いたりとかしてやっていったので、まあ非常にいい経験はできたんですけど、まあ若い人たちが今からやるべきことはたくさんいっぱい経験をして、いいことも悪いことも知ると。例えばじゃあお金借りて大変だったら、大変だったなと思うんだったら、ちゃんと計画通りこう行くように計画を立てた方がいいって学びになると思いますので、たくさん経験をしていいこと悪いことを学び、かつこの先生が言ってること、親が言ってること、今のトレンドとかではなくて、なんか本当に未来どうなるのかなっていうことを真剣に考えることが僕は大事かなと思ってますと。うん、安藤さんの場合どうですか、何かこう始めるときにリスクっていうのはどっかで想定してますか？そうですね、リスクはもちろん想定しています。こういうふうになったら終わるっていうところは思ってますね。それは恐怖にはならないですか？まあでも恐怖になりますよね。夢とかやっぱ見ますから、やっぱプレッシャーはありますよ。それいちいち気にしてたら、やんなきゃよかったじゃんみたいな話になるので、そこはやっぱそういうこともあるよねみたいなぐらいで。皆さんそうですか、やはり経営者リスクはつきものですか？まあでも迷いはまあありますよ、いろいろ。ただまあやっぱり自分の持ってる信念とか
まあ、そういったところをこう考えると、まあ、迷えない部分もあったりもするし、まあ、でもいろんなことがあるのが人生だと思って、まあ、楽しむってことをしてますかね。自分はそんなに大きく枠を超えた生き方だとか仕事の仕方、授業の言い方してないと思ってるんですけど、周りからなんとなくそういうふうに見られて、業界の中からなんかちょっとまあ、批判的なこと言われたこともありますし、あと逆に羨ましがられることもあったり、いや自分はオーソドックスなことやってるんだけどなと思いながら、実はその業界の常識みたいなところもっと狭い枠があるんだなとか、ね、気づくことがありますね。高井さんは迷いがないタイプですか？いや、めちゃくちゃありますけどね。迷いはある、はい、迷いはあるけど、その迷ったネガティブな選択肢が起こったとしてもいい方向に必ず着地させるっていう風な信念と、それまでやりきる。さあ続いてまいりましょう。こちらです。偉人と出会うべし。こちらは税理士法人尾形会計事務所の尾形武久さんです。はい、これどういうことでしょう？はい、やっぱ私今の職業、まあ、小学校の高学年ぐらいから、まあ、社長と税理士になりたいと思ったきっかけというのは、やっぱ身近にいた父親に私は憧れてたので大好きでしたね。ただ一緒にいる時間っていうのは本当なくて、毎日朝帰りして母親に怒られてんなっていう姿を見てはいるんですけど、ただすごく憧れてて、自分もこうなりたいなと思ったのがきっかけではありました。でそういった中で大学、そして社会人になっていくと、やっぱまた憧れる人が出てきて、でそれがやっぱその本読んだりで、本読むと一番簡単に偉人に出会えるので、まあ、当然エジソンにだってすぐ会えるし、松下幸之助さんにだって会えるし、実際に人を見たい時はセミナー行ったり、まあ、今だったら簡単にオンラインサロンとかもあるので、SNS あるので簡単に偉人と出会えると思うんですね。だから今だったらもっともっと簡単に出会えるなって思ってます。何かに憧れるっていうのはどっかでその自分のスイッチだったりするんですか？なんか安藤さんいかがですか？そうですね、僕はホリエモンとかスティーブ・ジョブズとかもあの時代でもう残ってるので、Google が出てきたり、まあ、Yahoo とかもそうですけど、やっぱり影響は受けないのが難しい時代でしたね。テレビ局買収するぞっつって三木谷さんとかも出てきたりとかして、俺もってダチョウ倶楽部じゃないんだしみたいな感じで、そんな簡単に会社買うみたいな時代だったので、すごい影響は受けましたね。起業した後なんかかもしれないですけども、やっぱりジョブス の話とか映画とか、そういうの見ると、まあ、あそこまで徹底してなんか iPhone に空気を入れないぐらい開発にできなくてもやれみたいな、そういう徹底ぶりとか、まあそんだけのやっぱり思いがあって今のアップル社があるんだなとか思うと、やっぱすごいなって思いますよね。偉人とかっていうと、建築でいうとフランスによく行くんですけど、巨匠でコルビジェ、その人がもう1900年前半ぐらいからその今の建築の新しい形っていうのをずっと作ってて、多分みんなこの職業の人はみんなそこをバイブルにしてやっていってるっていうのがあって、海外でその巨匠の建築っていうのを見て回ることでなんかこうテンション上げていくっていう。僕の場合はあんまり偉人だとか有名人に直接影響を受けたりってしないタイプなんですが、自分より2ランク3ランク上の人を具体的に、まあ、そういう方たちとお付き合いできるようにしたり、そういう環境に自分の身を置いて、で具体的に目標を定める、こんなふうにここ真似しようとかこんなふうになりたいって目標を定めるっていうようなことを心がけてる。人間のその価値観とか生き方を変えるのってなんか2つあると言われてて、本か偉大な人に会うこと、まあ、結局はその人の言葉なんですけどね、おそらく何か感動する言葉、何か今までの自分では良くなかったものを何か変えさせるような考え方に触れて、こうやって生き方を変えていこうみたいな風になる瞬間って多分あって、それが、まあ、他にもあるのかもしれないですけども、昔からその本と人
のそのいずれかで、今 YouTube あるかもしれないですけど、まあこれも人なので、そういう人、もしくはそれに本でもいいと思うんですけど、偉大な人に出会って価値観に触れること、それが自分にいい進路に選択するあのチャンスを作るものじゃないかなっていうので、すごい同意しますね。兵庫県加古川市で生まれました。大学時代は京都2年、就職してから大阪で11年生活し、地元加古川に戻って起業しました。家族と愛犬4匹と暮らしています。現在の趣味はサーフィン、ゴルフ、仕事と旅行です。大学生でウィンドサーフィンを始め、マリンスポーツにハマり、その後カイトサーフィンをしていました。ハワイの仕事で現地に打ち合わせ行くようになってから、48歳でサーフィンに挑戦。毎朝現地打ち合わせの前の1時間は海に入っていたのがきっかけです。海が好きで山に興味がなく、ゴルフに全く関心がなかったのですが、53歳でゴルフも始めることになりました。地方創生で高原の別荘の仕事をしていた頃、高原にゴルフ場があったからです。休日は、ゴルフしたり、サーフィン行ったり、あと、犬を、今4匹飼ってるんですけど、犬と遊んだりとかしてます。例えば淡路島でコナリゾートっていうリゾートを手掛けてるんですけど、プールを作ろうということで、自宅でいろいろリノベーションして、実際のプロジェクトの実験をしたりしています。まず自宅で作ってみて、どんな機械を入れたらいいのかとか、あとどれぐらいメンテナンスがかかるのかっていうのを、まあ自分でやってみて、まあどんだけ大変かっていうのを知った上で作ってみたりとか、ヤシの木を自宅にちょっと何種類かこう植えてみて、葉っぱをこう切ったりとか、そういったこともしながら仕事につなげていったりとかっていうことをよくやっています。好きなことを仕事にするっていうのが、すごく大事だと思います。生活するために仕事をするのではなく、やりたいことをやって生活ができるっていう、そういったのが本当は理想だと思います。粘り強くやってもらいたいんですけど、最初からうまくいくっていうことはまずないと思います。ちっちゃな仕事を積み重ねていって、実績が仕事を生むと、そういうのを繰り返しで、どんどんその新しいステージっていうのが見えてくると思うんですね。諦めずにコツコツとやっていくことで、必ずチャンスっていうのが来ると思います。で、そのチャンスをつかむための準備を常にしておくっていうことが本当に大事だと思います。私ね、中学生の時にね、美術の先生がね、なんかビデオデッキ持ってきて、今日は授業やんないでビデオ見るからっつって、白黒のチャップリン、なぜか何の意図かわからないんですけど、そのチャップリンの光を浴びてスイッチが入っちゃった。なんであの時見せたんだっていうね。いやでもそれがきっかけになってる。いや、それ効果分からないですけど、中学の先生が見せた映像っていうのがね、私の一つの人生をね、方向づけた、そう思い出しましたけどもね。ということで、今日も貴重なご意見ありがとうございました。次回も躍進する中小企業の社長の皆さんと日本の未来について議論を繰り広げていきます。お楽しみに。